次に山谷恵里子君。山谷恵里子君。自由民主党山谷恵里子でございます。各大臣、ご苦労様でございます。山岡国家公安委員長に、お伺いいたします。午前中大野委員も防衛省それから機密保持の在り方について、丁寧なやり取りがございましたけれども、サイバーインテリジェンスに対する取り組みに全力を尽くしますと公安委員長としてご発言をなさったわけでございますが、警察からいただきました資料によりますと、サイバーインテリジェンスとはと、情報通信技術を用いた活動で、機密情報が取られれば我が国の治安、外交、安全保障、社会経済活動等に重大な影響が生じる恐れがある、最も安全で安価なスパイと書いてあります。このスパイ行為というのは犯罪ですね。山岡国務大臣。おっしゃる通り、スパイは大きな犯罪行為だと思っておりますしですね、特にサイバーインテリジェンスというものを通して、最近の三菱重工等々に対して、安全保障に関するそういうこの行為、事件というのはですね、大きな問題だと思っております。西村警備局長。若干補足させていただきますが、標的型メール攻撃が犯罪であるかどうかというお尋ねだと存じますけれども、サイバーインテリジェンスでございますよね。失礼いたしました。はい、それでは山谷恵里子君。スパイ行為という定義、それからですね、それを防止する法律あるいは罰則、そうした法律はございますか。はい、警察庁西村警備局長。その行為の具体的な内容に応じて判断すべきものと考えております。スパイ行為一般を取り締まる法律はございません。山谷恵里子君。スパイ行為を取り締まる法律がないということは、合法ではないですけれども犯罪だというふうに言えるんでしょうか。国家公安委員長。山岡国務大臣。いろいろな犯罪があると思いますがですね、そのうちのこのインテリジェンスの最近のものといえば、かなりのものがスパイ行為と言えるというものもあると思います。しかし、警察としてですね、それを取り締まっていくことにおいては、それはスパイ行為だからという定義ではなくて、一つ一つの事件がですね、こういう事態に対して侵害をしているからと、こういうことで、それは結果的にはスパイ行為の一部と、こういうことは言えると思います。山谷恵里子君。法治国家として今の説明は全くなってないんですね。つまりスパイ防止法というのが日本にないという大欠陥を残したまま今日まで来ているということでございます。山岡委員長は平成6年に自民党を離党なさいましたけれども、実は60年にですね、自民党は国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案、これを出しておりますが、成立しておりません。これをぜひ成立させてほしいんですが、いかがでしょうか。山岡大臣。私が国家公安委員長の立場として、廃止をしましたとこう申し上げるわけにはいきませんがですね、それは個人的には重大な大きな提案だと思って真剣に考えたいと思っております。山谷恵里子君。それではですね、ぜひ検討委員会を作られて、次期通常国会にお出しいただきたいというふうに思います。そうしないとですね、これ国際連携しなければならないんですが、スパイ防止法も定めていない日本国とですね、どうやって国際連携できるんだと、そういう国々があるわけですね。そうしたことを重く受け止めていただきたいと思います。官房長官いかがですか。うなずいていらっしゃいますが。西村官房長官。おっしゃることごもっともで、これ日本がどうも外国から見ても非常に情報に関していい加減な国ではないかという見方が一部あるということも聞いております。そこで今もう検討とおっしゃったんですが、もうすでに検討しておりまして、仮称情報保全法というものを、できれば来年通常会に出したいという準備にかかっております。山谷恵里子君。
情報保全法という形でまた対処療法ではなくてスパイ行為とは何か、それは絶対あってはならないんだと、そういう根幹をきちんと押さえた法律にしていただきたいというふうに思います。山岡委員長は対日有害活動対策の強化も発言なさいましたけれども、この対日有害活動をなさするですね、していると思っているこう対象国いくつか挙げられますか。西村警察庁西村警備局長、過去の検挙事例等を踏まえますと、日本に対して対日有害活動を行ってきた国はロシア、ソ連から中国、北朝鮮等であります。山谷恵理子君。先の通常国会の予算委員会で、まあ、私は7月21日のテレビ中継入りの予算委員会でもこのことを話させていただいたんですが、民主党の国会議員、地方議員が拉致の実行犯容疑者の親族周辺関連団体にですね、菅元前総理は6250万円、鳩山さんも1000万円、それから民主党の地方議員、国会議員で2億円以上にわたるお金が献金いっていたということがございます。公安委員長としてこれについてどんなご感想をお持ちですか。山岡国務大臣。ご指摘の趣旨はよく理解できますが、民主党議員の個々の政治活動に関して国家公安委員長の立場でコメントすることは差し控えさせていただきます。山谷恵理子君。個別具体には答えられないって、辞められた柳田法務大臣と同じ無責任な答弁だというふうに思いますが、平成19年から21年にかけて、2億円以上のお金が渡っていると。この時ですね、山岡委員長はですね、民主党の財務委員長だったんですね。ご存じなかったんですか、これだけの巨額のお金が動いていったことに対し。山岡大臣。確かに財務委員長でございますが、私がこの支給を、まあ、実質にしたと、私の意思でしたという意味ではありませんがですね、私はその直接管理するものとして、支給をしたところにはそういうものはありませんでした。ですからその先のことについては承知しておりませんでした。山谷恵理子君。そうすると財務委員長の目の届かないところでそのお金が行ったということなんですね。山岡大臣。一般論ですけども、党としてはいろいろなお金をですね、党員の皆様にお配りをすることがありますがですね、それから先はですね、その個人個人の責任において政治資金規正法にのっとって的確に対処していただくということを期待をしてというか、当然そうあるべきと思って支給をしているものでございます。山谷恵理子君。その後、まあ、小宮山さんが財務委員長になられてですね、毎日新聞のインタビューに財務委員長としていろいろなことを調べ直したいと、しかし発表したら党が潰れるからふざけるなと上から圧力がかかったということを暴露していらっしゃるんですが、それはそのことなんでしょうかね。山岡大臣。私はそういうことはないと思ってます。毎年しっかりと監査を入れてですね、確認をしていることでございますし、党の金といえども公金でございますから、当然財務委員長はその職務をきちっと果たしていかなきゃならないということでございまして、私は小宮山先生がそういうご発言があったということは知りませんがですね、それはこの報道による別な意味でのこの伝聞ではないかと私は思います。山谷恵理子君。この拉致容疑者親族周辺団体からですね、今も現在もですね、民主党の国会議員は公設秘書を送ってもらってるんですね、何人か。そのことはご存知ですか。山岡大臣。それは承知してはおりませんでしたが、最近このマスコミ等々で報じられているということを見ました。山谷恵理子君。
菅総理はですね、前菅総理は私の指摘に対して7月21日ですが、まあ、確認していないというようなことをおっしゃられたんですね。で調べてほしいんです。3ヶ月も経っているんですね。数人ですからもうすぐ分かる話なんですけれども、国家公安委員長として対日有害活動対策をの強化をすると。で北朝鮮はその対象国だと。そしてまた北朝鮮の拉致の実行犯、ね、容疑者、それに深い関係のある団体にお金が流れ、その時は財務委員長でいらした山岡さんは。そして今拉致問題担当大臣でもいらっしゃるわけですよね。そしてそこの実行犯容疑者、その団体から秘書を今も受けていると。これはどういうふうに自分の中で整理つけてらっしゃるんですか。山岡大臣。先ほど申し上げたようにですね、私が担当しておりました財務委員長の範囲においてはですね、そういうご指摘を受けるものについては少なくとも私は管理の中にはなかったということとですね、また国家公安委員長の立場として申し上げさせていただきますと、いろいろなこの推測等々はあるとは思いますが、しかし私たちはそのことに対してはこの法に基づいて証拠に基づいて対処しするものであり動くものであると心得ております。山谷英子君。菅総理の資金、菅前総理の資金管理団体からそのお金がそうした団体に流れている、その帳簿がデタラメだったんですよね。ですから帳簿が適正に管理されているということは全くないということを申し上げたいというふうに思います。それからですね、今も民主党に公設秘書が何人かいる。こんな簡単なことはですね、やっぱり国家公安委員長としてきちんと基礎データですから抑えられて、そしてですね、対日有害か対策か活動対策強化するって冒頭でおっしゃられたんですからですね、自分の言葉に責任持っていただきたいと思いますが、これお調べして次の委員会でお答えいただけますね。いかがでしょう。山岡大臣。そのことはですね、調べるまでもなく、それが違法であるということが判定をされて、おりませんのでですね、そういうものに対しては今対処はいたしません、できないと思いますし、また具体的な問題についてのお答えはですね、差し控えさせていただきたいと思います。山谷恵理子君。拉致事件で国際手配されている拉致容疑者親族周辺団体から秘書を送ってもらっているということを違法か違法でないかということを言ってるわけではないんですよ。これでいいというふうに思ってらっしゃるんですか。山岡大臣。委員長、国家公安委員長の立場としてはそのことに対してのコメントは差し控えしていただきたいと思います。山谷恵理子君。今の答弁はですね、まあ、国民は驚かれると思います。国家公安委員長というですね、本当に責任のあるお立場でですね、国の安全、そうしたものを守るお気持ちがあるのか、もう姿勢に疑問符がつくというふうに思います。適材適所だと先ほどですね、藤村官房長官はですね、捜査中の選挙買収疑惑、真岡市長への金銭要求、岡田委員が言われたことですね、それから今、江口委員がマルチ企業とのいろいろな関係、いろいろ報道されたことは知っていると、しかし適材適所だと言い張られる根拠というのは何なんですか、官房長官。藤村官房長官。総合的に判断してということで、かつ、その人事の判定に関して、それはプロセスの話でありますので、つまめらかにするわけにはいかないというところでありますが、ただ、総合的には判断いたしました。はい、山谷恵理子君。プロセスを聞いているわけではなくて、なぜ総合的に、もう山岡委員長以外にはいないんだと判断されたのかということを聞いているんです。山岡大臣。この問題はですね、誰であろうと個別の事案にはお答えいたしかねます。
山谷えり子君。先ほど違法ではないという個別の事案にお答えくださって、今また個別の事案に。